まあ、スペースインベーダーのきっかけはですね、スペースインベーダーの前にですね、あたりからブロックというゲームが、ブロック崩しですよね、そのゲームが流行ったんですよ。でも私もそれに結構ハマりましてね、夢中になったんで、でまあこれをですね一つ超えるようなゲームを作ってみようかなと、まあもちろん営業にもそういうふうに言われましてね、まあ、それが一つのきっかけでしたね。はい、シューティングゲームっていうのは元々私は好きだったんですよ。ウエスタンガンとかですね、そういうのも元々シューティングゲームなんですけども、まあそういう相手がたくさんターゲットがありましてね、それを一個崩していくというような、まあいわゆるそういうシューティングはですね、やはりブロックのですね、あれを一個一個崩していくという、それを一つずつ潰していって、最後の一個崩した時のですね、その爽快感ですかね、それを何とかしようと思って入れようと思って出したのがそのフィーチャーですよね、遊び方ですよね。宇宙戦争っていうのは子どもの頃ですね、ウェールズのですね、イギリスのウェールズの作家がありましてね、その宇宙戦争っていう映画とかそういう物語をですね、読んだのが結構印象がありましてね。でも宇宙物っていうとですね、宇宙人、火星をしたですね、宇宙人っていうのが、まあ、私の頭のイメージがあったんですね。でその火星人のイメージしたのがですね、まあ、キャラクターに作ったのがその一番このちょっとタコみたいな形したようなそのキャラクターだったんですね。そうですね、一番苦労したのはやはり開発環境ですよね。開発をするための環境ですよね。で、まあ汎用のですね、そういうアメリカでそういう開発ツールっていうのがあったんですけど、ゲームを開発するには非常に私としては適してないんじゃないかなと思って、まあ、自分なりにこう作ろうと思ってですね、開発装置からですね、いわゆるゲームを作るツールから作りましたね。で、まあ、ゲームボードを改造しましてね、まあ単純に言いましたゲームボードにこうロムっていうのは乗っかってるんですけども、それをロム一個一個書き換えてゲーム作っていけばいいんですけども、それ書き換えるとものすごい時間かかるもんですから、そのロムのところをですね、まあ、ラムといってですね、今はパソコンあったらすぐできるんですけど、当時ありませんから、でそこにそのデータをこうプログラム入れられるようなそのラムというエリアを作ったりですね、まあ、いわゆるボードを改造してですね、まあ、そのゲームを作るため そのゲーム装置ですね、開発装置を特化した開発装置をですね作るのにかなり時間かかりましたね。そうですね、1年半近くはかかってると思うんですよ。でそれの半分ぐらいはですね、その開発装置とかですね、開発する環境のためのに時間費やしたと思いますね。そうですね、一番最初はですね、あまりギャラクシアンってありますよね、まああいうような感じ、こう、ま、団体のそのエイリアンがですね、インベーダーがこう流れるようにこう迫ってくるという、ゆっくりこう流れるようにですね、でそれがやりたかったんですけどね、ハードウェアの能力が非常に低いもんですから、結局それができなくてですね、でもそれがまあ逆にですね、まあ、ちょっとゲーム性が増したという面もあったんですけども、まあ、あとはですね、インベーダーの目ですよね、あそこはどうしても赤いのをですね、こう点滅をさせるようにしたかったんですけど、まあ、それもちょっと技術的な面とかですね、できなかった。その2つはまあちょっとやってみたいなと最初は考えてましたね。そうですね、まあ、それくらい、まあそうですね、39年もなりますよね。やはり遊び方ですよね、遊びもそうですけど、遊び方は非常にシンプルなんですよね。あれレバーを横に下押してですね、というか砲台を右左に、あと発射ボタンだけと、誰でもまあ最初はすぐ遊べるというところが、まあやってるっていくとですね、結構戦略性だとかですね、まあ、いろんなそういう、まあ、結構、まあ、いわゆる奥が深いという遊びがあるので、まあちょっと将棋とは違いますけど、まあ、将棋なんかも我々ルールは簡単でこうやるけども、結構戦略性が高いですね。まあそういうね、やっぱり遊びがシンプルだったっていうのがですね、遊び方ですね、遊び方がシンプルだったっていうのが、まあ一つの大きな特徴だったんじゃないでしょうかね。
そうですね、まあ、今ハイテクっていうかハードウェアが非常に進歩しましてね、まあ、4K だとかこれからいろいろ出てきますけども、まあ、それはそれでまた皆さん研究していって新しいそのグラフィックなりそのコードのですね技術を高めてもらえばいいんですけど、まあ、やっぱり基本的なですねやっぱりゲームのなんていうんですかねシンプルというんですかシンプルな遊び方ですね、まあ、奥は深いんだけども遊び方はシンプルで遊べるというような、まあ、そういうようなゲームをですね、まあ、研究していただけるような人がですね出てくると嬉しいなと思ってます。ありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。